それでは、ただいまから記者会見を行います。冒頭に記者クラブの皆様に知事からご挨拶を申し上げます。はい、岩手県政記者クラブの皆様、達増拓也です。昨日岩手県知事の任期がスタートしまして、今日から登庁し、仕事をスタートしたところでございます。この岩手県政について取材し、そして報道していくということは、140万県民にとって本当に大事な仕事だと思います。今まで日本の近代化以来、岩手県というものができて以来、本当に先人の皆様のご努力、ご尽力があり、それをしっかり引き継いで、皆さんも仕事をされていると思います。県民にとっても本当に大事な仕事ですので、取材の報道のいろいろな要請については、私もこの記者会見、定期的に行うということから始まりまして、なるべくこう要請にもお答えしていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、一緒に岩手の県民の暮らしや仕事を守り、そして岩手の民主主義を守るという仕事を一緒にしていければなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は岩手放送の大下記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。岩手放送の大白です。よろしくお願いいたします。まず先にですね、新知事の初めての記者会見ということで、出席記者の方から自己紹介をしたいと思います。では前列のこちらの方から各1人ずつ社名と氏名を名乗っていただきたいと思います。お願いします。じゃあ座ったままでよろしくお願いします。岩手日報の菅原です。国政時代同様よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、日報社の八重樫と申します。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。朝日新聞の南と申します。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。岩手日報の栗山と言います。よろしくお願いしまよろしくお願いします。IBC 岩手放送の大白と申します。よろしくお願いしまよろしくお願いします。同じく IBC 岩手放送の浅見と申します。よろしくお願いしまはい、よろしくお願いします。朝日新聞の橋本と申します。よろしくお願いしまよろしくお願いします。日経新聞の入江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビ岩手の尾形です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時事通信の鈴木と申します。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。デリー東北の工藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。河北新報の安野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩手日日新聞の伊藤と申します。今まで同様よろしくお願いいたしまよろしくお願いします。岩手日報の山本と申します。よろしくお願いいたしまよろしす。くお願いします。毎日新聞の安田と言います。よろしくお願いしまよろしくお願いします。河北新報の伊藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日新聞の岸本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めんこいテレビ遠藤です。よろしくお願いいたしよろしくお願いしまます。岩手日報の熊谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩手日報の金香と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めんこいテレビ工藤哲人と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。共同通信の浦谷と申します。緊張関係を持ってやりましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岩手朝日テレビの樋口と申します。今日は新品のスーツで参りました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕は新品のネクタイで今日は日本農業新聞の甲斐と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。読売新聞の東です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。盛岡タイムズの馬場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩手日報社の工藤です。教育方面でお世話になります。よろしくお願いします。NHK の国光です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
朝日新聞の吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、各社の方自己紹介終わったようなので、はい、本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんが、私の方から、ごめんなさい、まだいらっしゃいました。 FM 岩手の今井です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。岩手日日新聞社のテレータブ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後になりました、河北新報社の高橋です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼しました。はい、自己紹介終わりましたので、本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんが、私の方から2点伺いたいと思います。まず1点目なんですけれども、知事にご就任なさってですね、改めて決意と今の率直な気持ちをお聞かせ願いたいと思います。で2点目なんですけれども、副知事と出納庁の人事についてのお考え、あるいは、また、政務秘書の人事についてどのように、考えているのかというところについて、この2点伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、選挙に当選したとき、また一夜明けたとき、そして、昨日就任任期を迎えたとき、また今日の初登庁、それぞれに節目節目、改めてこの責任の重大さ、その身が引き締まる思いをしてまいりましたけれども、今日の初登庁は大勢の県庁職員の皆さんと一緒になりまして、ある意味この人たちと一緒にやっていくんだなっていう、そういう頼りがいがあると言いますか、ある種こう一緒にやっていけるなっていう、こう一つのこう前向きな手応えを感じたところでありまして、今まではなんか知事に当選はしても、こう一人でこうずっといたような格好だったんですけれども、その一人じゃないというですね、そういう実感が今日湧いてきておりまして、非常にこういいスタートを切れたんじゃないかと思います。就任式や弔儀などを通じて、県庁職員の皆さんとも県民の暮らしや仕事をしっかり守っていくために危機を希望に変えていこうという、そういう思いを共有することができたと思いますので、頑張ってまいりたいと思います。次に副知事、出納庁、そして政務秘書、これはもう人事についてはある意味適材適所の一語に尽きると言っていいかと思います。それぞれ白紙の状態で、会って、話をして、この人ならということで、お願いをして、引き受けていただいたということで、ございます。以上です。人事についてなんですが、改めてそのなんて言いますか、どなたにというところ、今の時点での、ご紹介いただければなと思うんですけれども、よろしいですか。副知事については、竹内、副知事、そして出納庁、上村、出納庁、政務秘書、木戸口、政務秘書ということで、そうですね、木戸口政務秘書は昨日付ではありますが、今日登庁してすぐに辞令を交付いたしました。副知事、出納庁については、そういう儀式的なことはないんですが、昨日知事公舎に来てもらいまして、そこで、腹を割った話して、現状認識、そしてこれからの方向性、
一致しているなというふうに思いましたので、一緒にスタートしていきましょうということでお願いし引き受けてもらった次第です。また政務秘書の、置かれたその理由というところを教えていただけますでしょうか。はい、知事は行政の長であると同時に、まあ、選挙そのものに臨むところからこう政治家でもあるわけでありまして、そうした行政の仕事と政務の仕事、これがまあごっちゃにならずにきちんと峻別されてけじめがついていくためにも、政務については政務秘書条例でもそういう制度がありますし、その制度を生かして政務秘書を置いた方がきちんと仕事ができると思いまして、置かせていただきました。それでは、各社さんの方から質問があれば社名を名乗ってお願いしたいと思います。岩手日報菅原です。はい、県財政の運営について、はい、お伺いします。知事はマニフェストでプライマリーバランスの均衡を図るというふうに明記されておりましたけれども、まあ、県財政ご承知のようにその、1.4 兆のですね、借金を抱えています。でその一方でマニフェストにも記されてましたけれども、各種その施策というか事業、これも進めなければならないという中で、その財政運営のですね、基本的な考え方というのを お聞かせ願いたいと思います。はい、今日の就任式でも述べましたが、まあ、これは非常に大雑把な計算なんですけれども、この7年間で約2兆円の県民所得、県民の財産がこう、まあ、理不尽に奪われたような格好になっていて、それが県民の生活や仕事のその危機の本質だと思っています。でこの危機を克服していくためには、やはり生活本位の施策事業というものをきちんとやっていかなければならないというふうに思います。他方大盤振る舞いの予算というものが財政の規律を失わせて、かえって、中長期的に大きな危機を招くという例がこう国の政治にもありましたし、まあ、そういうのはあちこちにあるわけでありまして、そういうふうになってはならないということもきちんと守っていかなければならないと思います。そういう意味でプライマリーバランスの均衡を目標にするということで、財政規律が失われて、さらなる危機をこう招くことがないように、そこはきちんとやりながらできる限りの施策を実行していきたいというのが基本的な考え方です。共同通信の浦井です。2点大きく話を伺いたんですが、まず1点目なんですが、冒頭にですね、新知事の方から、定例会見のですね、まあ、定期化というか、まあ、積極的な情報公開をしたいというような旨のお話があったと思うんですけども、これに対してですね、宮崎県のですね、今一番有名な知事の方がですね、定例会見って必要ですかねというようなですね、問いかけをですね、報道陣にされてですね、これっていうのは僕なんかはセンスないなと思うんですけども、そういうふうなその必要性についてですね、言及されることについて、新知事はですね、どういうふうに今考えていらっしゃるのかということを教えていただけますか。宮崎県知事がまあどういう趣旨で話したのかこうよくわからないところもあります。ただ私も冒頭挨拶で述べたように、この
プレス、マスコミの仕事というのは県民にとっても非常に大事なことだと思うので、そこにはこういろんなやり方があるんだとは思いますけれども、この定例記者会見というのは今までもこう行われてきて大きな機能を果たしていると思いますし、まずは私も基本的にこう毎週させていただきたいなというふうに思っています。センスの話はじゃあ、この次の機会にしましてですね、もう一点ちょっと話が変わって恐縮なんですが、新知事がマニフェストでもおっしゃってますし、さっきの就任会見だったかなと思うんですけど、地方との格差の話をされてたと思うんですけども、それに関連してですね、現在大都市と地方の税収格差の問題が多分いろいろ言われていると思うんですよ。それで地方法人2税ですねの見直しをですね、政府の方でですねやろうとしているというところがあって、それに対してですね、東京の石原知事なんかはですね、絶対おかしいと、それはおかしいんじゃないかというふうな話があってですね、さりとてじゃあ地方の自治体の長からすればですね、そこの偏在をなくしてですね、今6対4だったかなの比率を5対5にしたとか、いろいろなことがあると思うんですけども、そういうようなものに直していかなきゃならないんじゃないかというふうなことがあってですね、実際にこれから岩手の知事になられて、そういうふうな、税収格差がですね、厳然とたる目の前にあるわけですよね。それについてどう、対処し、どう考えていらっしゃるのかっていうのを教えていただけますか。いろいろと改善改良の余地はあると思います。今の段階で具体的にこうしなきゃっていうのはないんですけれども、税収ギャップというのは極めてこう大きいし、また拡大していますから、よりこう公正な税のあり方、地方税のあり方というのは追求していかなければならないと思います。岩手日報社の工藤でございます、はい、改めて県民の圧倒的な支持を得ての当選おめでとうございました、はい、ありがとうございます。教育テーマについて2つお伺いいたします。達人知事は先の知事選のマニフェストでですね、教育については全ての県民が学習者であるんだと、知事自身と教育委員会あるいは教職員、現場との協議の場とを設定していくという方向を掲げております。具体的にどんな方向にですね持っていきたいのか考えがあればお聞きしたい、これが一つです。もう一つは同じく教育テーマですが、地方分権の論議の中でですね、文科省の持っているいろいろな権限を都道府県であり、知事部局であり教育委員会にですね、移そうと、さらにはその都道府県の中でもですね、県の持っている権限をですね、市町村の教育委員会に移そうという議論もあります。こういうテーマについては基本的にどういうスタンスで臨まれるのか、以上教えてください。はい、来週臨時議会がありまして、でこれ今週はもうすぐ連休後半が4連休になってしまいますので、教育委員会の方とこういろいろ打ち合わせができるのはこう臨時議会の後になってしまうかと思ってるんですけれども、できるだけ早くその私がマニフェストで訴えてたそういう基本政策をどう県政行政として生かしていくかということを実行していくかということをすぐにも協議を始めたいと思います。そういう中で、知事部局といいますか、知事本人と教育委員会との協力関係といいますか、そういう新しい体制についてもそこで相談していこうと思っていますし、あとは教育に関する地方分権というのは、できるだけ学校現場に近いところでですね、いろいろものが決められるようにしていった方がいいんだと思います。
人事などあまりに狭いところではこう回せないようなところはその適正な規模の中でやっていくという発想で、やはりこう現場本位のですね、そういう教育における文献改革というのを進めていきたいと思います。朝日新聞の南と申します。藤沢町と一関市の合併の問題について2点お伺いします。まず藤沢町、県の方は両番合併構想というのを掲げていて、藤沢町の方も一関との合併というのを最重要課題に挙げているんですが、まずこれに対して県としてどのような協力だったり支援体制というのを考えているかということをお聞きします。で、2点目として、一方一関市というのはその藤沢との合併の重要な課題として一関の国営事業の問題を挙げて、償還費の問題を挙げてます。で、去年の12月にですね、一関の方から県に対してその、支援要請の中身、文書で届いているかと思うんですが、これに対して県としてどういうふうに回答していくかということを2点お聞かせください。まず自分自身知事になって、もう一回改めて知事としてその関係者の話を聞きながら問題を整理して、いい方向に持っていくように取り組んでいきたいと思います。じゃあ一関からの支援要請の文書についても今の同じような姿勢ということですかね。やっぱり知事としてもう一回読んでですね、あとその背景についてももう一回いろいろ調べたりしたいと思いますし、また国の方のその動きについてもですね、調べたいと思っていますので、そうした中で、やはり、岩手に、真の地域主義といいますか、地域の力をきちんと引き出せるような、そういう新しい自治を作っていく上で、克服していかなければならない重要な課題だと思いますので、すぐに取り組んでいきたいと思います。最後1点だけ、その問題で例えば知事 と、一関市長、藤沢町長なりで協議の場を設けるといったような考えはございますか。まず知事としてまず問題を整理して、状況問題を整理する中で、まず必要な手を順次打っていくということになると思います。テレビ岩手の尾形です。知事は町議の挨拶の中で、4年間最初からガンガン飛ばしていきたいというふうにおっしゃってましたが、まず知事になって最初に手をつけたいことを改めて、お伺いしたいのが一つと、あとこれも改めてなんですけれども、県競馬組合の問題についてはどのような方針で挑むかというのを2つお願いします。6月の補正予算がありますので、ここでまず、県民の暮らしや仕事をきちっと守っていくっていう、そういう方向性をできるだけ力強く出していきたいと思っていますし、そのために県の予算全体の規模からすれば少ない額ではありますけれども、その使い道をきちんと決めていく、まずそれが当面の重要課題でありまして、その前提、そこに行く準備の段階で地域の声を改めて知事として伺い、また地域の実情を知事としてきちんと見るということで、特に県北沿岸に重点を置いて現場に足を運んでいきたいと思います。で、次に競馬組合の問題については、改めて知事としてまた管理者として問題をこう整理していきたいと思っていますけれども、今日仕事始めとして副管理者と事務局長に会いまして、まずいろいろ話を聞きました。こう先送り後回しできない問題ですので、
早め早めにですね、きちんと問題点を把握しながら、適切な手を打っていきたいと思います。岩手日報の栗山です。2点伺います。まず1つ、市町村合併についてなんですけれども、まあ、知事は将来的にはこう4大広域振興圏ということをまあ1つの岩手県のこう行政のくくりとしたようなお考えのようなんですが、まあ、その前には合併新法の期限というのがまあ迫ってきておりまして、平成22年の3月ですか、21年度までにこう期限を迎えるんですけども、で県ではこう8つの合併の枠組みを支援しておりまして、まあ、先ほど出た一関、藤沢など、まあ、8つの枠組みがあるんですけども、これについてはどのようにこう引き継いでやっていこうというおつもりなのか、もう1点は議会との関係なんですけれども、まあ、多数党県政を支える、まあ、民主党の会派が第一会派ということになっているんですけれども、まあ、この議会との、まあ、関係どのように、今後やっていくかというあたりを伺いたいと思います。はい、市町村合併は住民本位に進めるべきことだと思いますので、その住民の意向に反して無理にやるということは好ましくないと思っています。一方で、やりたいんだけれどもなかなか進まないということについては、県としても手伝うというか協力するというか促すというか合併推進ということは進めていきたいと思います。議会との関係については、これはもう民主主義の手続きに従って選ばれた県議会議員の皆さん一人一人が全県民を代表する存在でありますから、こちらから何か提案するときにはできるだけ多くの議員の皆さんに議員の方に参していただけるように努めて、民主主義のルールに従って、対していきたいというふうに思っております。というところでございましょうか。韓国新報の伊藤です。東北の各県との連携について2点お尋ねします。前の増田知事は道州制を念頭において各県との連携を進めてきたと思うんですが、道州制について田祖知事のお考えをお聞かせください。もう1点はお隣の青森県宮城県の知事さんたちは自民系の知事さんなんですけれども、この点が何か連携をするにあたって影響といいますかやりにくさのようなものを感じる部分があればお聞かせください。まず連携はどんどんしていかなきゃならないと思います。でそこは例えば経済産業であればまず宮城県、そして自動車についても山形県も重要なパートナーですし、さらに福島県もそうですし、また北東北3県はもう協力の実績がたくさん積み重なっていて、観光や環境問題はじめ、そういう実績もあります。要は県民本位にその県民の暮らしや仕事を良くしていくために必要な連携をどんどんやっていくことだと思います。でそういう中で道州制ということについては、まあ、これはいろんなその意味合いがあるんだと思います。例えばその岩手県の教員の人事を全部仙台で決めるっていうことを道州制が意味しているのかとかですね、でそういうのを今すぐしなきゃっていうふうには思っていません。ですたださっき言ったように経済産業の連携でありますとか観光や環境の連携っていうのはこれはどんどん今すぐにもこう進めていかなければならないと思います。そういうのをこう客観的に見て道州制と呼ぶんであればそれはその通りでありましょう。要は必要に応じて必要なことをどんどんやっていくということ でそのためには行政の長としてやる以上そのカウンターパート相手方の知事さんの政治信条とか政治的背景については基本的に関係ないと思っています。
朝日新聞の橋本と申しますが、先ほどの人事のお話でですね、確認なんですが、副知事と水道庁に関しては、そうすると任期満了までお願いしたいというご意向でいらっしゃるという理解でよろしいんでしょうか。昨日直接喋ったのは一緒にスタートしましょうということでしたけれども、任期というのはありますから、それは決められたこととして受け止めています。あと政務秘書の件なんですが、特別職でだいたい9年ぶりぐらいに置くということなので、もうちょっと本人に選ばれた理由といいますか、木戸口さんを選んだ理由について、ご本人と のこれまでの達夫さんとの関わりも含めてですね、伺えればありがたいんですけども、人選の理由を。あまりプライベートっぽい話に及んでいくのもどうかなっていう感じがいたしますけれども、適材適所に尽きるっていうと、ちょっとこう突き放したような答え方になってしまうかもしれませんが、そうですね、木戸口政務秘書は、まずその、知事というものの、その行政の長であり政治家でもあるという、そういう知事のあり方についてよく分かっていますし、議会との関係においても民主主義の基本的な考え方や民主主義の作法といいますか、そういうことももうしっかり身についている人でありますので、そういう意味では、私がさっき言ったような、そのきちんとけじめをつけながら、知事としてその行政の長の仕事も、そして政治家としての在り方も全うしていくのを補佐してもらうためには、一番の人材だなと思っています。あとごめんなさい、もう一点なんですが、知事がですね、選挙中に公約というか、で掲げてらした退職金をもらわないということを、かねてからおっしゃってましたが、はい、これについてはその条例か何かで提案をするお考えあるんでしょうか。4年後に間に合えばいいと思っているので、今すぐこういつの議会に何を出すということはまだ考えていません。いろいろこう他の案件というか、懸案事項というか、それとの兼ね合いも見ながら工夫していきたいと思います。読売の東です。6月の補正の関係で伺います。先ほどのお話ですと、要するに県民の生活と暮らしを守る予算にするという方針と、それとプライマリーバランスを維持する、それが2大方針ということでよろしいんでしょうか。はい、その通りです。で、そうだとすると、その県民の暮らしと生活を守るっていう部分が、もう少しその詳しく説明していただきたいんですよ。例えば産業振興を、所得向上策なのか、あるいはその福祉とかそういったことに関しての生活を守るという意味なのか。ちょっとその用語の使い方からして、ちょっと関係当局とこう打ち合わせをしながら公表していきたいと思いますので、今日の段階はちょっと抽象的で恐縮なんですけど、そういう暮らしや仕事をしっかり守る予算ということでご勘弁いただきたいと思います。それともう一点、全国知事会の方の、知事会長選挙が、5月にあるんですけれども、福岡の麻生知事が、再選で出馬するんじゃないかということ で、それ以外の選択肢ももちろんあると思うんですけれども、現在、その、知事会長の在り方について何かお考えありますか。やっぱり、岩手のためにですね、岩手のためにっていうことで、選挙には知事会会長選挙にはこう臨みたいと思っています。で、私が立候補するとかっていうのはさらさらないんですけれども、もうちょい選択肢というか、選挙の情勢が見えてきた段階でどういうふうに行動するかこう判断しようと思います。
盛岡タイムズの馬場ですけれども、盛岡市が中核市への移行に向けて準備を進めてますけれども、その県と県との関係について知事はどういう考えを持っていらっしゃるかというのが1点と、あと市町村合併に関わってなんですけれども、盛岡広域圏の合併のあり方について知事はどういうふうに考えていらっしゃいますか。県と市町村は対等なパートナーだと思っています。その対等なパートナーの中で、一番大きいパートナーが盛岡市であります。ですから本当に岩手の140万県民のうち30万人が住むところの盛岡市、パートナーシップを大事にしながら盛岡市民にとって、そして岩手県民にとってですね、暮らしや仕事が良くなるように努めていきたいと思います。盛岡の広域合併のあり方については、これは本当にいろんな議論やまた試みが重ねられてきているところで、県の側からはやはり盛岡振興局管内のその県を広域振興圏という枠組みの中でですね、これは今ある市町村とそれぞれが大事なパートナーでありますから、いろいろ話し合いやまた共同の事業を重ねながら地域全体にとっていい方向に持っていきたいと思います。すみません、具体的に中核市にもし盛岡が、おそらく昇格するかとは思うんですけども、具体的にどういった県との間で役割分担をしたいとか、そういったビジョンはお持ちでしょうか。かなりの権限を盛岡市がこう持てるようになるわけですから、一つには市というものがより自立していく、そういう一つのモデルケースになってほしいと思います。そのために、スムーズな権限の移譲、また移譲した後も、ただ移譲しっぱなしということではなくですね、対等なパートナーシップとして協力する中でですね、フォローアップもきちんとしていければなと思います。岩手日報の熊谷と言います。岩手競馬についてお聞きします。まずは知事としてですね、現在の計画をどのように捉えていらっしゃるのかというのを改めてお聞きしたいのと、先ほど今日は常勤の副管理者と事務局長とお会いしたということなんですが、で先送りできない問題ということなんですが、その計画の見直しに今後入るのかどうなのか、入るとすればいつまでにという期限をもう決めていらっしゃるのかお聞かせください。個人的にはいろいろ考えるところもありますけれども、知事としての意思決定はやはりこのたった一人で適当にやるわけにはいかないので、そこはもうちょいこう組織的にですね、きちんと意思決定をしていきたいと思います。まず今日はそういう第一歩として副管理者、事務局長とまずその一歩を踏み出したところでありまして、必要な意思決定というのはおいおいやっていきたいと思います。岩手日報菅原です。再度ちょっと質問させてください。政治の方の関係なんですが、3点お伺いします。知事が今有している民主党籍というのは今後もこのまま継続して、党籍を持つのかというのが1点、2点目は国政選挙でですね、民主党の公認候補者のマイクなどを握る考えはあるのかどうか、それが2点目で、あと先ほど知事もですね、就任のその挨拶の中でその行政の長と政治家の仕事をごっちゃにならずにですね、それをきちっと分けて仕事をしていきたいというお話がありましたが、改めてその政治活動とですね、行政の仕事をどのようにこう、分別していくのかですね、
その3点お伺いします。はい。まず一番最初の質問は、透析のこととかですよね。まあ、これはもう個人的な問題で、一種プライベートなことでもあるんですけれども、これは答えないと答えならないから答えますけれども、やはり今の民主党というのは日本で一番いい政党だと思っていますんで、その党員であることは誇りでもあります。ですから、まあ、辞めるということは考えていません。国政選挙において、民主党が躍進して、政権交代が実現すればいいなと思っていますので、個人として、できることは何かいろいろ工夫をしながら取り組んでいきたいと思います。そしてそういう個人的な政治家としての活動というのは民主主義のあるべき姿、そしてまあさらに言えばこう現代社会における人間のあるべき姿っていうことをこう深く追求する、非常にまあ他になかなかない機会でありまして、まあ今まで10年余り一種そういう修行の道を歩んできた、その修行というのはやっぱり今後も続けていきたいと思っています。そしてこれはもうプラトン、アリストテレスとか孔子、孟子以来、そういう政治的に一人前の人間になることが立派なリーダーになることでもあるということを私も信念として持っていますので、ただそこをどうやっていくかっていうのは、まあ、これは簡単といえば簡単でですね、民主主義のルールに反しないということです。行政を進めるにあたってその政治的な思想信条とかで人や地域を差別して予算をつけるつけないとか暗黒時代にしてやるとかそういうことは言わないやらないということだと思います。でそういったところをきちんと民主主義のルールに従い、また理念や作法に従いやっていきさえすれば、そこはうまくやっていけると思います。すいません、国政選挙の民主党の候補については。はい、それはさすがに民主党岩手県連に聞いてください。国政選挙の際にですね、はい、民主党 の、 その候補者はい、のマイクを握ったりですね、ああそういった支援をしていく考えなのかという部分です。個人としてどういう応援ができるかっていうのはまあ、いろいろ工夫をしてやっていきたいと思います。今の段階ではどういう応援の仕方をするっていうのは決めていません。いずれ応援していくということなんでしょうか。まあ、その工夫をしていきたいと思いますね。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で記者会見を終わります。はい、じゃあありがとうございました。はい、じゃあご苦労様でした。